さて、それでは今回は、新現役選手が登場したということで考察動画やっていきたいんですけども、今、この下のところに出ているようにサザンナインが始まってるみたいです。もう、今日明日で終わりぐらいかな？残り1日っていうふうになってるんですけど、もう僕これ参加してないんです。で、理由は2つあって、1つは、もうこの何年もサザンナイン参加してきて限定カードを取れたことがないんです。SS ね。たまに限定の S が出ることはあるんですけど、まあ基本的には3時間しっかり、3日間ですね。毎日3時間参加して限定の S を取れるか取れないかぐらいっていうのが今までの僕の成績であるというところで、もう3時間しんどいです。ずっと参加して何ももらえないという。で、もう一つは、コンピューターが強すぎる。一応、冷凍的なところで必ずまあ強い、極みかな、と当たることになるんですけど、ほとんど勝てないし、打てないし、で、まあ、あとの2人の人に頑張ってもらうしかないみたいな状態になるんですけど、基本的には本当みんな勝てないので、サザンナインはちょっとしばらく、もうここ3回ぐらいですかね、不参加にしてます。で、そのメリットとしては、めちゃくちゃ楽です、体。もうおじさんの話ですけどね、めちゃくちゃ楽です。それと、このサザンナインの影響かわかんないですけど、スカウト増量キャンペーン、一瞬で終わりました。前まではね、1週間とかやってくれてたんですけど、多分3日ぐらいで終わったんじゃないかな。めちゃくちゃ早かったですね。なんかこの辺りが、ちょっとケチだなーって思うんですけども。限定パック2週間やって、この裏バーサス祭だけ1パックだけ出ました。先週は何も出なかったですけど、当然出ないですけども、限定パック1パック出たと。で、グロリーヤーズは一度も出なかったということで、もう本当に限定出なくなりましたね。こういうやり方にスタイルを変えたのか、何なのか。さあ、それでは、文句が終わったところで考察なんですけども、鈴木誠也、これは能力的にはもう即スタメンの能力かなと思います。型 A っていうのがいいですね。外野で型 A なので、レーザービームも発動するし、で、高打力もあって、長打力もあって、走力もあってと。まあ、贅沢言えばっていうか、これではね、オーダースキルの一番上のものがどれも発動しないので、パワーがせめてどっちかだけでも A であれば、クリーンアップに入れれたしっていうところなので、まあ、6番以降に入れるような形になるかなとは思うんですけど、まあ、迷わずスタメンの能力かなと思います。その、今現在はね、ソウル勝ちしてる状態であれば、強いんじゃないかなと。で、村上くんは、これはクリーンナップ入れれますよね。パワーあるから。あ、でもそっか。高打力がないのか。最終イニングビハインドので、この能力いいですね。同点ビハインドの場合、高打力アップっていうのが、まあ、全部、打撃に関しては A になるということで、スタメン、どっちもやっぱり、さっきの鈴木誠也も、まあ、どっちも一時的にはめれるだけですね。オーダースキルが発動しないので、まあ、最終行き着くところは、まあ、代打かなと思うんですけど、追われてるところで、高打力、長打力 A の村上くん出てきたら強いかなっていう感じですね。一塁も A にしてくれたらよかったんですけど、そうすると一挙に幅は広がったかなと思うんですが。で、確かね、スラーブとスロカーブかですね。ちょっとどんな感じになるのかな、あんまり。印象的には一緒に打てるのかもしれないんですけど、制球がね、ここじゃないや。2ストライクに追い込むと制球30アップっていうのを、まあ、アビリティ2なんで、聴覚性全部持っていかないとならないんですけど、聴覚性全部使えば、制球力が B になるというところが、まあ一つ、まあ、ありかなと思います。早い段階でもらえたら、後半でもらった場合はソウル負けするから、制球も上がらないですし、
どうかなってところではあるんですけど、まあ、玉持ち C で、でスラーブが B に乗るんですよ。スローカーブとスラーブの落差がほぼなくなってしまうんですけど、まあかなり安定した能力ではあるので、実球団オリックスであればもう間違いなく聴覚性マックスまで持っていくし、序盤であれば使えるかなっていう感じですかね。でこれは僕平は本当に限定平を持ってるんですけど、打たれまくってて、でも今回の平スライダーがこれ A に乗ってくるんですよ。2ストライクに追い込むと決め球で A に乗ってくるので、スライダーシュートがしっかり両サイドまであって、で160キロで対右に対して制球力が、B になってくる。でサークルチェンジもあってカットもあるので、まあまあ今までの平の中では一番こう面白い能力にはなってるのかなと思います。その出てきたら打ちにくいシュートなのかスライダーなのかサークルチェンジなのかっていうのが打ちにくいかなと思うんですけど、平打たれるんですよね。ちょっとここが僕もわからない、なんでこんな打たれるのかわからないんですけど、まあ、今回はそう難しいところですね。この今シーズン意外と SS 強い、ノーマル SS 強い中で言うと、もう少し誰かってちょっと特に4人の中でこの人絶対いいよっていうのはないのかなっていう感じです。どうなんでしょうね、バーサス今現状。こっちはいいですけどね。まあ出ないからね。今まで出ないって言ってきましたけど、こんなに出なくなったのは初めてで、せめてね限定パックの姿ぐらいは見れてたんですけど、本当に見れなくなってしまって、回してるだけにね面白くないですよね。で対戦してる相手の方もそんなに持ってる感じしないので、選手を出てないのかなっていう感じはするんですけど、まあまあさざない頑張ってはる方は疲れたまらん程度に、なかなか疲れるしスカウトも消費するしっていうところで、それに対しての対価がちょっとないのかなと。あとこのメガフラッシュラッシュですね、毎日参加しとかないと何ももらえないよというやつなんですけど、一応でもねこれ毎回2000まで、あ 2万か、全然違うな、2万とかじゃない、20万か、達成してますからね、それだけの人たちがやってくれてるんだろうなとは思うんですけど、このパックほど信用できないのないですね。このパックから出たことは僕は一度もないです。これ本当に今まで一度もないですね。で SS 確定か、僕ちょっと1日参加できなかったんで無理ですね。いやー頑張りましょうということで、ちょっと短いですけども、今回は考察、新現役選手の考察とサザンナインは参加しないのが一番楽ですよという動画でした。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。